皆さんこんにちは、ロケアイの純子です。今日はですね、これからフラダンスを始めたいなという方、ちょっと教室を変えようかな、やめたいなという方に対してですね、少し語っています。教室選びのコツ、ポイントを含めて私なりの意見なんですが語らせていただきました。私もですね、小さな教室を、横浜と横須賀にやってるんですけれども、生徒さんが常に楽しくね、ずっとこう長く続けられる教室作り、これはね、永遠のテーマかなと思います。常に考えていることで、常にね、あの教室に通っていらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、幸せなフラライフをね、ぜひね、送っていただきたいなと思います。ぜひですね、皆さんで、ね、こちらの動画楽しんでください。それではどうぞ。フラ教室なんかでも、ここは横須賀です。横浜にも募集中です。募集中です。生徒いない、はい、たくさんのフラ教室があると思うんですけど、ね、いろんな先生もたくさんいらっしゃって、クラスもいろんなクラスがあってってあるんですけど、この教室選びのコツ、まあね、先生は30の時に出会った素敵なお教室も、そういう教室選びのポイントありますかね。そうですね、まずは 何から、ね、もう幸せなフラライフを送っていただきたいんで、ちょっと本音を語りますと、先生の経験してないことはやっぱり教えられないと思うんですね。経験してないこと、そう、あ、だから先生が見てきたフラ、当たり前なんですけどね、大会に出たことある先生、ハワイのフラを知っている先生、とか、なんかいろいろあると思うんですけど、あの特に免許とかない世界ですので、その先生の経験をお金を払って教えてもらうっていうことになると思うんですけど、私は本気のフラがしたいわっていう方は、ハワイに直結した教室を選んだ方がいいと思います。知識もあり、経験もあり、ハワイの先生も、まあ、今はね来れないですけど、私もその習って当初年に何回か教わるチャンスもありました。やっぱ違うんですね。やっぱりハワイの文化、それを直接日本の先生をいつも普段は日本の先生が代わりに教えてくれるんですけど、ダイレクトに教わるチャンスっていうのはなかなかないですよね。で、教室に入ってるとそういった、まあお金もかかるんですけど、なんですけど、まあ他に変えられないプライスレスな部分も確かに大きいです。なんで本場の本気、本場をやりたいっていう人は、そういったところだと思いますね。で、逆に趣味として友達作りたいわっていう方だったら、まあスポーツクラブだったり、あとまあそういったこだわりがない教室でいいと思うんですけど、ただそこでも先生がどういったバックグラウンドがあって、どういった歴史を歩まれてるか、これはよくね、プロフィール欄とか先生のね、ホームページとか SNS とかあると思うので、ぜひ調べてみて、でやっぱり体験、無料体験とか、ワンコインレッスンとかあると思いますので、そこで素敵と思うか、これ大事だと思うの。そうですね、私もやるわけじゃない、習って、で先生の真似をして、結局自分は成長していくと思いますので、素敵かなって、すごく素敵って思うか、思うことか、まずその出会いですね。そうですね、ただあの友達が欲しいって人は、この生徒さんのピンクを見るのかな。どうでしょうね、そうか、まず最初はね、そうですね、教室よくね、あのうちの教室のは他からね移っていただいた来たりとかするんですけど、まあね、前の教室の悪口とかね、あの言ってる方が多いんですよ。これはね、そうですね、言ってね、得するものはどこにもないですね。もうね、必ず言う人多いですね。で、まあ、全員じゃないけどね、宮野とか言わないよね。クラシスターですもんね。そうなの。で、やっぱりそこがあって、今の出会いがあると私は思うし、結局お金払って習い続けていたのは自分でしょ、って、ちょっと思っちゃうんですよね。で、あとね、こう、コロコロ変える、1年ごとに変えるっていう方も多いんですけども、伝統文化、先生の考え、っていうのがそれぞれね、何通りもその教室ごとにありますんで、その都度ね変えるんですよ、こうやって。
タイルを、うん、それって何か身につきますかね、うん、そうですね、中途半端ですね、全部がね、そうなのよ、うんうんうん、そうなんで逆にもったいないことしてるかなと思います、うんうん、そうですね、払ってね、そうなのよ、うん、なんで悪口は言わない、うん、そう、比較するものでもない、ないと思います、で自分を磨くもんですよね、そうなのよ、うんうんうん、そうだからなんかよくね、人間関係とかで辞めたってすごい多いと思う、で私の通教室は私が厳しくて辞めるのが一番でもその厳しさもね、そのいいよなんですか、そうね、そうだから一番嫌なのがね、人間関係で、そう、辞めるのがね、うん、悲しいんですよね、で私はその10年前の、 この修行してる時代は自分磨き脇目も振らず、まあ、仲間はねたくさんいましたけど、まあ、走ってきたんで、そういったねなんかなかったんですよね、人間関係の煩わしさが、なんでその教室は結構自分磨きを頑張ってほしいなと思ってるんで、フラの割合がだいたい95% ですね。なんで、まあお友達付き合いもね、大事なね、みんな元気で、仲良く 100% が一番本当はいいと思いますけど、なかなかそうはいかない時もありますよね。そういう時どうしたらいいんだろうね。うん、私は諦めないで、この人に習いたい、この人に、うんうん、普段をやるんだからね。そうそうそう。やっぱりこの見本となる人が目の前にいるっていう人は幸せなことなんで、ぜひねちょっと振り返っていただいて、うん、この人嫌いだから、うん、意地悪な人がいる、なんか解決方法ちょっとクラス変えてみたり、うんうんうん、まあくだらないです、だからいじめる人も幸せじゃないと思うし、いじめられ続ける人も我慢することはないんですよ、ないんですけど、なんかねちょっと尊敬する指導者に会えることも奇跡だと思うんで、もしそういう方がねいらっしゃるのに諦めなきゃいけない方は、うん、ちょっと待ってって思いますね、なかなか出会えないですね、うん、っていう感じ、答えになっていますかね、うんうん、はい、うん、皆さん幸せなフラライフを送ってくださいね、はい、あ、まあ、失礼しました、舞台なんですよ、怒ってるベロンはい、以上です、はい、うん、ありがとうございます、みやぞん、ちょっと、ね、一見せっかくなんで、2021の抱負を、目標を言ってみましょう、突然、はい、はい、みやぞんは2021年羽ばたき輝きます、なおさんも言った、じゃんじゃん、なえさんの目標です、聞いてなかった、もう一回、もう一回、何言ってもう一回はい、もう一回、はい、みやぞんは2021年61歳になってしまいますがちゃんちゃん子だったね、やせなかったね、やったやったなってしまいますが、ありがとうございます、もっともっと羽ばたいて、羽ばたく、自分を磨いて、飛べないと自分を自分磨きしたいかな、はいはい、長いですね、直江さんもせっかく今裏方にいる、もう頑張ってくれてる直江さんです、はい、どうぞ、あ、はい、直江です、2021年も、うん、もっと輝けるように初めに毎日コツコツ頑張ろうかなと思ってます。いえ、うん、みんなに愛される人になりたいなと思ってます。頑張ります。真面目にコツコツっていうのも結局は自分に返ってくると思うんで、うん、もうね本当に裏切らないです努力は。よくね何事もそうだと思うんですけど、カボロ踏んだ分だけ、うん、練習した分だけやっぱり動くように。なるよね、なんでね、ぜひ皆さんね、そのあんまり窮屈だったらあれなんですけど、うん、ほどほどにでもいいんですけど、楽しんでいただきたいです、とにかく、はい、もうね、フラ踊ってるだけでも奇跡で、奇跡なんでね、そうですね、あ、楽しんでです、そう、感謝して、踊りましょう、はい、はい、では、次の動画、お楽しみにね、ありがとうございます、2021年も頑張ります、よろしくお願いします、もう良いお年はもう終わりか、まあんまそういうの言わない方がいいんだよ、これが2021年のそうなの、ボツになるかもしれないんだから、いいのもじゃあごめん、ジュージーだいぶごめん、本当にじゃあ戻すほら最後、うん、頑張りまーすで、ほらあんまり後ろから飛ばす、飛ばさないで、コロナなんだからはい、2021年もみんなで頑張ります、頑張ります。はい、本当にニコッと、はい、目ビーム、目ビーム、はい、頑張ります、頑張ります、頑張ります、イエイイエイ。こちらのチャンネルではフラダンスのステップや振り付け、楽しいコンテンツをたくさんご紹介しています、高評価、チャンネル登録よろしくね、インスタグラム、 LINE アットは概要欄から登録してね。